黒いキューブ、キューブをはめた、じゃあ宇宙に。次は1981年冬。だいぶ10年経ったね、あれから。あれから10年も経ちましたと。え？なんか、いろいろと、まあ、とりあえずこれだな。青いキューブプラス火で記憶からの脱出。過去を変える。かっこいい。シュタインズゲートみたいな。てんてんてん。なんだこれ。四角、十字キーみたいなのと、工場の地図記号みたいなのと、キノコと薬 ?1234。順番かな？電話プラス燃料で過去を変える。キューブプラス火で過去からの脱出。青いキューブプラス火で、あ、え？青いキューブプラス火で記憶からの脱出。キューブプラス火で記憶からの脱出。一緒じゃない？青いキューブか。普通のあれかでなんか違うの？で、電話プラス燃料で過去を変える。電話。電話を取る。うわ！何これ？動かせないけどな。うん。なんだ、この電話線なのかな？あ、マッチがある。マッチ。斧。これは割れる？割ってみる？ダメか。まだちょっと配線が整ってないんだろうな。うわ、でもこれなんかこの電話で過去に戻れそうだよな。あ、え、何これ？割ってみる？割っていいのかという疑問はあるがな。これ自分が自分を守るためにやったさ、壁っぽくない？バリケードって。やっちまったかな。いやー、でも出れるなら出てみたい。そういうお年頃なの。あ、椅子も壊してみる？椅子は壊せないか。とりあえず上を見る。電気を消して上を見る。電気をつけて上を見る。何もないね。なんか挟まってない？いろいろと挟まってんな。うわ、これ覚えなきゃダメかな。一応覚えとこうか。それぞれの多分過去での大事な時間だよね。時計をこの時間に動かすんじゃないかな。それぞれ過去の日付に戻った時に。9時5分、3時55分、11時25分。ミキサーだ。あとは？あ、ジュースのコップがある。あ、で、写真、設計図の破片か。設計図どこかに当てはめていこうか。とりあえず。過去に戻るために、この設計図が必要だと。で、火つけとく？意味あるかわかんないけど。じゃ、ここも。やれるならやっとこうと。これは？13時10分で、チューニングしてみたけど、あんまりだな。じゃあ、ここはドライバーないと無理だから、コップにジュース入れるか。一杯飲みましょう。いや、これで水入れて、水入れて、ミキシング。ミキシングするものがないとダメか。なんかある？なんか鶏の肉とか、ミキシングするか？ポンポン。斧の使いどころかなとは、あるとしたら。あとは時計か。1時10分にしてみる？さっきの。なんで逆回りしてんのこれ。1の。ああ。難しいな。タッチの判定が。とりあえず同じくらいまで進めとこう。1の。10分。どうだ？
これは私、これ俺か、え、これ俺なの。 This is me。 まあキューブあったし拾うか。どこにはめる？写真がでも埋まってないよな、いつもの感じだと考えるならば。とりあえず埋めとくか。いける？いけちゃうのか。写真が完成してない。ということは見逃してるか、俺が写真か何かを。これも気になるんだけど、あ、え、待って、黒いキューブで置くか青いキューブを置くかで違うってこと。電話プラス燃料で過去を変える。だ、燃料を入れなきゃいけないんだけど、いかんせん燃料がないんだよな。あ、水あげてみる、あれに。これに。あ、ダメか、こういうのではないんだ。電話を使っても意味ないし、あの設計図みたいな、これ、これの十字キーみたいなのと、うーん、お薬みたいなのと、キノコみたいな、キノコの山みたいなのはあるけどだよ、けどだよ。これじゃあ電話も使えない。私、あったあった、設計図の破片一つゲット。あとちょっとまあこれは多分俺がどこかで見逃した設計図の破片を拾いに行くんだろうな。どこだろう。あれ来てる。あれ、ちょっと待って、黒い人今いたんだけど、ここに、この窓ガラスに。あ、ランダムで出てくるってこと？おわ、え、時間かけすぎてるってこと？だとしたらこんなことをしてる場合でもないかもしれないが。あ、ここか。もう分かんなかったな。ちょっとずつはめとくのやめてくれ。じゃあ行こう、これで。はい。で、どこ行く？ 1971 年行くのかな、これ。赤いけど。もともと赤かったか？でもとりあえず、多分さっき、見た時刻に合わしたいな。じゃあ、まず、一番、昔から行こう。春から行こう。春でおそらく、時計を合わせる必要があると。で、9時5分だね、この時は。9時、ああ、でも逆回りするな。おかしい。動くなよ。よし。よし、9時5分。またいる。これは私。コップとハンガーと鍵。どれから使っていこうか。とりあえずコップかな、一番気になるのが。ここでしょ？え？え？手に入れるわけじゃないんだ。いたずらに花の命を。なんかいたよ、今。いた。ねえ、見てた？今。見てないって。あ、開けられる？これじゃないか。ハンガーを何に使うかは知らないけど。ね。鍵どこだっけ？ここかな？あ。で、14。なんだっけ87だっけ、確か。また使うとは思ってなかった。よし。種。ああ、代わりに埋めてあげようと。何が生まれるんでしょうね。水入れとく？スコップとかで埋めといた方がいいんじゃない？あら、まあ、いいのかな、これで。やれることはやったと。あと、ハンガーだね。わけわかんないのは。ハンガー。あ、え？あれ、いる？もうすぎて開けられない。いや、そこじゃなくて。ハンガーは？なんか隙間に入ったものとか取れるよね、ハンガーあれば。
またいるよ。なんかいるよ。めっちゃおるやん。めっちゃいる。たまに出てくるとかいうレベルじゃない。でももうすることないな。言うても。これ、なんか、電波良くなったりしない？ハンガーを。あ、やっぱり。なんか聞こえてこないかな。来た。なんか出てきたんだけど。何？ひょっこりと。鍵。ああ、でもこれで電波が良くなって音が流れたから、隙間からちょっと振動で出てきてくれたってことか。じゃあ鍵で。解き放て。出ていけ。出ていけ。嫌だって。あ、出てきた。重すぎて開けられない。いろんなとこ飛び、一緒に旅してくれる？俺と。カーテン閉めてみる？ああ。変わらないね。ポップで叩いたりできる？じゃあもうこんなところか？この世界でできることは。ガスが出ていないっていうか拾えないし、もういらないってことかな。じゃあ、戻るか。これでいいのかな。これでいいのかわかんないけど。1971年。同じく、時計をまず動かしますか。やりきった？すげえ。自信ないんだけど。がまあまあここに埋めたからね、なんか変わるかもしれないし、行ってみようか。とりあえずじゃあとりあえずちょっとその鉢植え見ようか。まずあサボテンができてる。じゃあちょっと世界は変わったんだ。少しだけ変わってる。だからなんだという気持ちはもう重々承知ですが、で3時55分かなにして、またこれは私がいる。レンチか。ドライバーでこれ開けらんない？違うの？右上のやつ。レンチでじゃあサボテン引っこ抜く？違うか。電話の中身は？変わってない。血に染まるだろう。血に染まってる？いやーねえ。やっぱり、これ私だよな、これ。さっきのこれは私と同じ私だもん。自分がこういうことしちゃうんじゃないかっていう恐怖に駆られてるとか。鍵はかかったまま。でもなんか使いどころが思いつかないな、レンチの。ああ、この中にもしかしたら何にもないか。焼きレンチ。焼きレンチはいただけないですか？焼きレンチ。うわ、火つけっぱだ。あ、ここか？あ、水が漏れ出した。で？で、何よ？やったぜっていうこと？でいいの？コップもないし。大丈夫？なんか火つきっぱだけど。火つきっぱで、なんか漏れっぱだけど。絶対大丈夫じゃないよね。どうやって閉めんのこれ。開けちゃった状態でやっちゃったことがそもそも間違いか、もしかして。もっともっと。大丈夫かな。ちょっと一回部屋出てからもう一回入ってみるか。その方がなんか良さそうな気もするんだけど。あ、火はつきっぱか。じゃあこれはこれでいいのかな。とりあえず追加で手に入ったアイテムでできることはやったよな。じゃあ秋行こうか。じゃあまた時間を変えましょうか。あ、違った違う、こうじゃない。時計行って何時だったっけな。11時25分か。単身を触らないように。よし。これは私。マッチがようやく手に入るんだ。ここの世界だと。
あんだけ楽に手に入ってた。なんかシルエットだとやだな、腐っていくみたいで。あ、あー、さっきのやつが滴ってる。なんか生えてきてない？は？なになに？わけわかんないけど、なんかキノコが生えてきてる。キノコがなんか必要って言ってたから、ここでキノコを栽培しろってこと？なんと、なんと手間な。火はつけたけど、なんか意味あるかしら。ここにも火つけとく？一応そんだけだね、できることは。まあマッチでできることはしたよ。あ、あとなんだこれ、ナイフとかでなんかそげない？花かこれ。うわ、めっちゃ育ってんじゃん。え、なに？俺過去に帰ってやることがサボテンの栽培とキノコの栽培なの？ずいぶん地味だね、俺やること。あんまり周りに影響を与えないようにしてるね。じゃあ現代に戻ってきたよ。あ、なるほど、まずろうそくを使って毎回火をつけたから、抗うつ薬がなんでここにあるのかは知らないけど取り出せたと。これがまず過去改変の一つ。ちょっとやべえぐらい育ってるサボテン。サボテンのフルーツ、これを手に入れることができた。それが過去改変その2。そしてなんかいたけど、過去改変その3で多分キノコが生えてる。マッシュルーム大丈夫？で、順番が書いてあったね。サボテンか。じゃあこの上の十字架何？上の十字架なんだ？とりあえずでも食ってみるか。サボ、上の十字架ないけど。いや食えないの？なんかやり残してる？なんかやり残してきた俺は過去に。もう一度過去戻るか。なんかやり残してるってことだよね多分。じゃあとりあえず春。スコップがなんか、消えないのが気持ち悪いんだよ。あとこいつなんだよ、こいつが。こいつなんかある。あとまだ水の入った鍋使える。まだ木は手に入るんだな。で、あ、見てる。あ、え、あ、木を使うと開けられるんだ。なるほど。あ、じゃあ、あ、で、鳥いなくなるんだ。これはでかいな、改変が。じゃあ、え、なんかすごい雑コラになってるけど。雑コラだな。じゃあ、これで俺が殺した鳥は助かるんだ。よかったね。俺が殺さなきゃいいだけなんじゃないかと思う気持ちを飲み込みながら。じゃあ、殺した時、秋か、殺したのは。でもこの時点でいないよね。助かって秋、ここで死んでるのがいなくなってる。うわっ、何今の。まあでもこれで多分一つは良くなったんじゃない？大丈夫？でもあの十字架が関係してるのかどうかも分かんない。あ、でも外に鳥がいる。恩返しして、恩返ししてよ。なんか他の時系列でなんかしなきゃダメだったか、もしかして。入れる？あ、なるほど。混ぜ混ぜ混ぜよと。なんでドラッグだけ入れられたんだ？混ぜ混ぜしたいのよ。だからこの四角が欲しいのに。鳥は外にいるけど
俺に何もしてくれない。キノコ？キノコ？水？水飲む？おいでって。餌とか、餌あったよね？餌どうなっちゃったんだろう。もう一回ちょっと、秋あたりに殺したはずの。殺したはずの秋に来て、写真のかけらが入ってたはずなんだけど、代わりに何かあったりしたのかな。もしくは全部やって助けたから写真の時刻が変わってるとかあるよ。冬の思わせぶりな態度して。サボテンのフルーツどっか置いたら来てくんないかな。時刻変わってる？時刻は変わってないか。じゃあそこではないんだね。やっぱり気になるのはこの謎のねミックスジュースだよね。多分他の十字架みたいなやつとかも一緒に入れて初めて効果を発揮するんだと思うんだよ。だから何か秋このいなくなったカゴに対して何かできることはないか。あれ？なんか来てる。なんでだ？なんか来た。ありがとう。なんか知らんけど。なんで？何かした？あれ？花、ありがとうございます。花ですか？あ、なんか来てる。え？なんで来たの？どうした？俺の。あ、で、この花が、このアイコンの十字架か。花か、これ。え、でも なんで来たの？こいつ。わかんねえな。時間？なんかした？なんかしたってことなんだろうけど。でも、手に入れましたよというところで、花を1、2に、サボテン、3にキノコ、4に薬。そこはわかった。じゃあどう使おうか、これ。あ、これにつながる場所に行けばいいのかな、この。だ例えばここに花を入れたり、あ、3だからキノコか。ん？ 3 はキノコだよね。3キノコだよね。とりあえず1から入れていこうか、じゃあ。1に、花。どうやって入れるの、これ。水を使ってしまいたい。邪魔なんだけど、持ってる水が。あれ？あ、グラス絡んできたか。今、捨ててくれたのかな。あ、これで空になるのか。あ、じゃあこれで OK だ。これで、じゃあ、抗うつ薬のジュース。ジュースではない。それは抗うつ薬だ。3のところ、近く4か。4のところに抗うつ薬を流し込もう。じゃあ、で、これで、めんどくさいな、一回ずつ水入れんの。じゃあ、マッシュルームジュース。大丈夫これ。このマッシュルーム。マッシュルームジュースが3ね。3のところに、マッシュルームジュース。間違えたところに入れたらどうなるんでしょうか。はい。とりあえず入れてきます。で、次がサボテンジュース。サボテンのフルーツ入らないな。花でいいや、とりあえず。ん？で、花のジュースで、花のジュースが1だね。で、最後に、サボテン。入らないな。なんか割らなきゃいけない？どっか割れるとこある？サボテンのフルーツを。
でもそう、割るためのアイテムがミキサーじゃないのかという気持ちがあるんですが、いいよ、通すか、オーブンに入れるか、サボテン、あ、だ、サボ、ん？な、なんで？え？サボテンからじゃないとダメってこと？あーはーはー、あー、なるほどね。サボテンはサボテンだけで作ってんだ。フルーツジュース。なるほどね。じゃあこれで、出来上がり。で、いいのかな？あ、全部電気つけとけばよかったな。入れた時に。じゃあこれで全部つけに行って、過去に戻って手に入れてきたすごい重要アイテムを使ってね。これでタイムマシンが起動するの？ん？よくわからんな。タイムマシンはもともとあったぞ。電話を使う。電話を使って、あれ？過去に戻るんだ。あれ？え？なんか変わった？わかんないけど、じゃあこれで過去行ってみようか、一回。昔に戻ろう。64年。ある。これは？で、電話に出よう、とりあえず。おお、来た！なんか、あれ？え？これは私、女性側になった。性転換した。TS ものっていうこと、え？あ？あ、でもなんか最初言ってたな。触れたものをどうのこうのみたいな。1981年冬。なんかしなきゃダメ？タッチ。1981年冬だよね。ジ・エンド。え？は？ここで終わり？いや、わかんないけど、どうにかしたおかげで、あの女性の意識に繋いだみたいな感じなのかな。え、わかんないけど、で、最後、俺、春選んだけど、他のとこ選んだらまた違ったのか？実績は全て見つかりましたか？見つかってるのかな？これは見つかってる扱いか？よくわかんないな。あ、でも違うの、これ多分最後にどこに電話したかで変わってくるのかな？はい。とりあえず、ちょっと分岐があるのか、最後のところで分岐してもおかしくないかなと思いつつもっていうところですね。とりあえずひとまず、プレイ動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。